するとは全く思ってなくて、日本でも11カ所回ってそれだけでもすごい嬉しかったのに、海外でしかも大好きな台湾でさせていただくということで、お客さんがね入るのかちょっと心配なんですけども、たくさんの方に来ていただきたいなと思います。でいろんなあの台湾だけ のブースとかもたくさん作りましたので、あのぜひたくさんの方に来ていただきたいなと思っております。ラブ&ピースファクトリーとナオミーズパーティーイン台湾。